佐藤祐太は、地方競馬の船橋競馬場所属の長教師、元騎手。地方競馬教養センター長期騎手家庭第57期生。1993年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月19日、第1回船橋競馬台、1日目台に競争ラけ語歳、愛一般戦馬力アップで、初騎乗。同年五月十五日、 第2回船橋競馬2日目第5競争ラ系 C24 組一般戦を北三2式で優勝し初勝利2005年地方競馬通算100勝達成2007年7月28日に結婚披露宴を行った2008年平成19年度南関東功労騎手賞受賞2010年6月千葉県騎手会会長であった 桑島孝春引退に伴い、新会長に就任した。平成26年度第1回調教師免許試験に合格。2014年5月30日、浦和競馬第11競争を最後に騎手を引退し、6月1日付で調教師となる。騎手としての通算成績は、地方競馬2876,179勝、中央競馬3000勝だった。 同年10月11日に旧社を開業し、同年12月5日、船橋競馬第1競争を、アナザ法で勝ち、初勝利。2017年7月25日、船橋競馬第11競争、奈良市のキラッとスプリントを、ワデラで勝ち、重賞初制覇を果たす。名白楽として知られた、川島正幸の一番弟子である。騎手時代は、アジュリミツオフリオソ、 ルースリンドなど数々の名馬を調教パートナーとして作り上げてきたことで知られた。レースでの騎乗自体が少ないため勝利数は多くないが高い連帯率を維持するなど成績自体は悪くない。ありがとうございます。